ではよろしくお願いします。はい、それじゃあですね、今日はオープンソースの理想と現実ということですね、私チョビエがですね、数年ぐらいオープンソース活動をやって、どういう知見があったのかっていうのを、ご紹介したいと思います。私ですね、グリーンのインフラストラクチャーチームやってまして、まあインフラなんですけど実際アプリ確保が得意だったりしますと、メジャーなスキルはですね PHP のコアやってまして、まあ、SQL とか KVS、 あとですね最近 GoLang やってまして、インフラ HDB とか MQTT とかで遊んでますと。でオープンソースの活動はですね、ピクロのメインテナーとしてやってまして、プロトコルバッファーズとかサンダウンですね、アプリ VV のバインディングとか書いて遊んでたりしますと。で本日のお題なんですけれども、オープンソースの理想と現実ということで、現実は過去も厳しいと。で、まあ数年やって、まあ実際そんな成功はしないんですけれど、まあどういう学びがあったかっていうのを紹介します。で、今後ですね、どうやっていけば遊び続けられるんだろうかなっていうのを言っておこうかなと思ってます。まあ要するに僕のポエムですね。はい、まあオープンソースの楽しさっていうのは何だっていうとなんですけど、まあ、承認欲求とは若干違うとは思ってるとは思ってて、まあ、問題に対して自分が考えたアイデアとか実装したもので解決できるってすごい面白いゲームだと思ってます。でそれで、まあ、さらに共感してくれる人が増えると、いやそれってすごい楽しくなるじゃないですか。で、まあ、オープンソースの理想ってどういうのだっけっていうのなんですけど、必要としてる間はメンテナンスが継続してできるっていうことですね。で、まあ、みんな使ってくれればそれでさらにハッピーだなと思ってます。で僕がどういう経歴だかっていうと、まあ、20代の前半ですね、まあ、最初音楽ミュージシャンとかやってたんですけど、まあ、ウェブ業界あるあるで IT 業界に転身してきました。で、まあ、20代後半ですね、オープンソース活動にハマって、まあ、ここら辺で PHP コアとかいっぱいやってました。まあ、できないことができるようになるっていうのはすごい面白いことで、まあ、ずっとやってたんですけど、同時に失敗も結構やったなっていうのを思って、まあ皆さんよくあるとは思うんですけれど、まあ、デート中にですね、セグフォの原因とかずっと考えてですね、ぶち切れられるんですね。これ僕2回ぐらいやらかして、あ、これもう3回目やばいなと思って、まあ学習して、今後は本当すいませんということでやらないようにして、まあ、無事結婚できました。はい、で30代前半なんですけど、なんですね、まあ、気づいたらですね、自分の時間減ってます。まあ、家族のこともやんなきゃいけないし、勉強もしなきゃいけないと。で体力的にも、まあ、20代に比べたら減ってるっていうのは思ってます。でそれと同時にですね、あとどれくらいオープンソース活動で遊び続けられるんだろうかっていうのは結構リアルなテーマになってきました。で1日ってどれくらい時間使えるっけっていうと、まあ、大体普通の人で1日 3.5 時間ぐらいが自由に使える時間だと思ってます。お子さんいらっしゃるともっと短くなると思うんですけど、となると、まあ、年間約960時間ですね。でその中でオープンソース以外にも勉強とか、まあ、いろいろやびっくりする必要があると。やりたいことはたくさんあるけれど、やらない選択をしないとダメですねということです。で、まあ時間がないなら寝なきゃいいじゃんという話なんですけど、まあ、実際1日3時間ぐらいで1ヶ月ぐらいやってたんですけど、まあ結構リアルに体調悪くなって、まあ、病院に通うはめになったりするんで、あ、本当これはお勧めしません。で健康であることっていうのは非常に重要です。まあ、なんで時には息抜きもしましょうということですね。でですね、オープンソース数年やってるとですね、なんかどんどん増えていくんですね。数えるだけでもなんかこんだけあって、いやもっといっぱいあってどんどん増えていくんで、まあ仕事に必要になったりその時の興味でどんどん増えていくんで、あ、これ本当やばいと、まあ、メンテナンスコストがすごい増えていくと。っていうことは取捨選択しないといけないっていうことなんですけど、まあ出すからには全部やりたいじゃないのっていうのもあって結構やきもきしてます。であと直面する問題として、企業のフルタイムオープンソースと個人のオープンソースですね、Facebook の HHVM と PHP って結構面白いテーマだと思ってて、まあ、自分の市場価値に直結するスキルって些細なことで死ぬこともあるんだな、まあ実際まだ死んでないんですけど、これ結構衝撃的だしたと。はい、じゃあオープンソースを楽しく回すためにはどうすればいいかっていうことなんですけど、まあうっかり業務アプリに組み込みましょうと。まあこれ実際だとですね、諸刃の剣なんで、結構根回し必要です。でこれうまくワークするとですね、本当に楽しいです。ただ、まあ、後継者問題っていうのも出てきて、このライブラリ誰がメンテするのとか結構重要な問題だったりします。まあそういうことなんで、コミュニティを育てるのも大事ですよねっていうことで、マーケティングやドキュメントのライティングスキルっていうのも重要になってきます。まあ、PHP に関して言うとですね、あれほとんど個人の執念と気合でできてるんで、あんま信用しない方がいいです。で実際ですね、メンテナ不在になって死ぬ確証とかもあるんで、あの有名な XH プロフでさえですね、Facebook は PHP 版のメンテ切り上げてますんで、まあメンテナンスって難しいテーマなんだと。でここら辺なんかうまいバランスがあればぜひ教えてくれるとありがたいです。で、まあ、英語なんですけど、まあ、勉強すればできるっていうことなんでやりましょう。はい、
僕2時間ぐらい別にかかってたんですけど、いやそれはボキャブラリー少ないからっていう話なんで、そこはなんとか頑張ればできると思います、はい、ということでですね、理想と現実をうまくやるために勉強方法を還元しようという感じでした。ありがとうございます。